界だ。ガイスターが現れた。分かった、こうだ。すぐに行く。ガッシュマックス、ガッシュマックス、ヒデだぜ、エクスカイダー急行する。コウタ君、早く。ああ、コトミちゃん、お姉ちゃん、早く逃げようよ。あんたは早く逃げなさい。私はここで彦星様を待つんだから。何言ってんだよ、こんな時に。コトミちゃん、手柄を独り占めするつもりじゃねえだろうな。急い。お姉ちゃん、早く逃げなきゃダメ。離して、彦星様が来るまで私ここ動かない。そんなこと言ってる場合かよ。わあ、光っちゃった。どうしよう。何よあんた、ここは私の大事なデートの待ち合わせ場所なんだから、さっさとどっか行っちゃいなさいよ、このボケ。俺はボケじゃねえ。ボケじゃねえ。あんたなんかボケで十分よ。怒った。お姉ちゃん、彦星様。なんか通った。わあ、あの色。死にはさせねえぜ。この色、この声、彦星様の車にそっくり。あ、バレちゃう。そうか、きっと神様が彦星様の代わりにお使わしになったんだわね、コウタ。え、あは、そうだよ、お姉ちゃん、彦星様の代わりだよ。はあ、どうだ、簡単なもんだろう。そうかな。一年に一度のロマンチックなお祭りを破壊する者はこのエクスカイザーが許さん。ふん、わけのわからんことを抜かすな。やっちょい。望遠鏡を壊すわけにはいかん。このままでは望遠鏡が盗まれてしまう。どうすれば。戦っては、コウタたちを巻き込んでしまう。やられちゃう。早く隠れて。
にしてやれ。やっちまえ。行くわよ、コータ。落ちる落ちる。待ってて。
お姉ちゃんがテレビに出ることになったんだ。アイドルになるんだって。絶対無理だと思うけどね。でも一緒にテレビ局に行けるなんてもうドキドキ。なのにまたガイスターが出てきちゃった。エクスカイザー、僕らのアイドルが捕まっちゃうよ。次回、勇者エクスカイザー、アイドルを探せ。人気にも宇宙人いる？